おはようございます。久保です。ミスターマイアさん。いつもお世話になります。えー、動画、7月は40本。そして、8月は182本。すごいですね。おめでとうございます。まあ、182本開けまして、今月は300本目標にするということですよね。まあ、1ヶ月に、 300本というとやっぱり10本ペースってことになってきますんでまあすごいなというところはね私も今でも感じますけども考えてみていただくとその私とのやり取りですらね六十数話になってるわけじゃないですかということは7月の実績よりもこのシリーズ1個だけで多いわけですよねこういうふうに動画の生産量が上がってきたということだと思うんですよ動画の生産量がね 通常の方でしたら動画の生産量は月に10本いくかいかないかってことだと思います。当然これではお金を稼ぐとか YouTuber になるっていうのはもう夢のまた夢ですよね。チャンネル登録者数も増えようがないと思います。ただやっぱりね、基本的にたくさん作ることができるようになるとたくさん処理することができるようになるんですよね。そうなるとその中からこのシリーズがいいんじゃないかなっていうふうな戦略を練ることができます。そうなんですよ。まずは前提として量があることが全ての始まりなんですよ。 量があるからこそ戦略が練れるんですよね。まあそういうふうにして、えー、頑張っていただきたいかなと思います。で、えーと、どんなシリーズをするかってことなんですけども、例えばね、外食シリーズを行くってのもありますよね。それから持ち物シリーズってものがあったりとか、マインドセット、自分の気持ちをお話しするとか、学びとかね、気づきってものをやっていくってシリーズもありますし、ご自身のライフスタイル。これはね、マイアミで暮らしてるとこうなんだよってこと日本、 失礼しましまた日本の暮らしと比較するような意味でねやっていただくと非常に興味持ってもらえるんではないかなと思いますからここをね Q&A でやるといいと思うんですよ。マイアミではこうですけども日本ではどうですかとか広島ではこうですけども岡山ではどうですかとかね岡山ではこうなんだけど東京ではどうですかみたいなことがシリーズになっていくってことなんですよ。うん、まあ日本だけで限らって日本だけに限ってもいろんな土地ではいろんな常識があってねいろんなやり方があるんですよね。だそののの違いいがももすすごく面白いものになるんですよでよ アメリカと日本だったらますますあると思いますんでそういうところをね、えー、やっぱり紹介していくと面白いのかなと思いますちなみに今そこにあったね私の腕時計なんですけどもこれあのアルマーニの腕時計なんですよでアルマーニの腕時計っていうアルマーニっていう言葉は多くの方が知ってるブランドだと思いますけども実は腕時計ってすごくねそれに比べると安くってこれは多分定価で1万9800円ぐらいなんですよで無理ない金額ですよね で、えー、と私もね、6年ぐらい使ってるんですけども、もう完全に元を取ったような状態です。だからなくしてもあんまり痛くないですよね、なくさないですけども。で、これを、しかも私はね、メルカリっていう、中古の売買アプリで買ってるんですよ。で、そこで1万6000円ぐらいで買いましたんで、まあ、私としてはね、腕時計に1万6000円なんて結構勇気がいったんですよ。 私ねいつもそうなんですよ。あの、あんまり高いもの身につけないんで、ただこれを皮切りに、えー、T シャツもアルマーニなんですけどもね、アルマーニの T シャツも、これも同じぐらいの年数着てるんですよ。だから普通 T シャツって、すぐボロボロになってダメになって雑巾になるんですけども、このアルマーニの T シャツに関しましては、自分のね、ボディサイズにすごくフィットするように作られていて、ゴム素材みたいなのが入っていてね、独特の。で、私好きなんですよ。肌触りがよくって。ですので、私が筋肉をつけても、ちょっと太り気味になっても、必ずフィットしてくれるんですよ。 うん、だからそういう風なことでね、私気に入ってるブランドです。という風にね、商品紹介するって方法があります。もう一個あります、商品紹介。これがなんだかわかりますうん。なんか Apple 製品みたいですよね。これね、USB がここについていて、USB 端子が。で、ここで、まあ電気をね、充電するということになります。これは何かと言いますと、携帯用のシェーバーなんですよ。 これねちょっと動きが素敵でしょこうやってで、これがね価格が780円でヤフーショッピングで売ってるんでいつもまとめて5個とか10個買うんですよね 5個とか10個買うと何が起きるかっていうとこれを部屋に置いておく車に置いておく車は4台ありますんで4台の車それぞれに置いておくとかねそれから洗面所に置く寝室に置く、えー、トレーニングルームに置くっていう風にしておくとそれからあのー、いろんなカバンですよねカバンに入れておくんですよそうするとねどんなところでもひげの剃り残しをチェックしてビビ,ビッとね。 取っていけるとしかもこれなくしたところで壊したところで痛くないみたいなことになってきます。ということで私がせっかく買ったナシエーバーはあんまり役に立たずにこっちばっかり使っているってことですよね。まあそういうふうにして商品紹介をしていくってことはシリーズ化できると思うんですよね。でここでお伝えしたいのが再生リストっていうものですね。 YouTube には再生リストってものがあります再生リストに自分の例えば今みたいな買い物動画を求めていくとその再生リスト1個再生されるとその再生リストにのっとってね順番に再生していただける可能性がすごく強くなるんですよで私のナイトライダーシリーズも再生リストに当然入れてますしね通販買ってみたも再生リストに入ってますし40代からの恋愛みたいなシリーズもあるんですけどもこれもね再生リストに入れてるんですよということで少しでも 自分の気に入った動画が続編があるようでしたらね、続編を続けてみていただけるような工夫をしていくことができます。これが再生リストです。ちょっとね、意識してやってみてはいかがでしょうか。それではまた別の動画でお会いしましょう。それでは失礼します。あ、プラスなんですけども、あの、ハリケーンね、えー、ご安全に、えー。ぜひね、今回ストックしておいた水は、 ストック用の水として取っておいて今度ねミネラルウォーター欲しいなと思ったらそのために買いに行くみたいなことをしてストックをちょっとずつ貯めていってはいかがでしょうかそれでね水も古くなりますんで1年後くらいにそのストックしておいた水を飲み始めてでストックが減った分だけ新しいのを買いますみたいな感じで先入れ先出しをやっていくことによって私はねストックしておいた飲食物が古くならないように維持するような方法をとっておりますそれでは失礼します